グリッド・ブロイヤー・グリッド、ブロイヤーはドイツの陸上競技選手。1996年アトランタオリンピックの銅メダリストである。ブロイヤーは旧東ドイツの選手で、1988年ソウルオリンピックに16歳という若さでオリンピック初出場を果たしている。この時は4400メートルリレーの準決勝のみの出場であった。その後、ベルリンの壁崩壊。 ドイツ統一と環境が大きく変わる中、トレーニング場所を点々と変えていく。ブロイヤーは1991年の東京で開催された世界選手権の400メートルで2位となる。翌年、1992年バルセロナオリンピックの開催直前、ブロイヤーをはじめカトリン、クラッペといったドイツの選手の尿サンプルから禁止薬物が検出されたと疑惑が湧き上がった。 これにより、ブロイヤーは、ドイツ陸連から1年間の出場停止処分を受ける。これに対し、ブロイヤーは、クラブ、ベーラと共に抗議。これに対し、国際陸連から、スポートマンらしくない振る舞いということから2年間の、追加の出場停止処分を受ける。出場停止期間が明けた後、1996年、アトランタオリンピックの4400メートルリレーでは、ドイツのアンカーを務め、 金メダルのアメリカに100分の23秒差の激戦の末3位となり、銅メダルを獲得。翌年のアテネの世界選手権では4400メートル、リレーで優勝を果たしている。ありがとうございます。